そうそう、僕が生活の中でちょっと意識してる言葉があって、それが海育っていう言葉、海を通じての教育、海育をちょっと意識していて、海を離れないようにしています。やっぱり海から学ぶことはすごいたくさんあると思っていて、子供たちにもそれを肌で吸収してほしい、感じてほしい。まあ、最近はね、もううちの子供だけじゃなくて他の友達の子供たちとも含めてみんなでガーって海に行って、そこで釣りをしたり潜ったりサーフィンをしたりっていうことをしてます。目指すは海のおじさん。今日はコックローチビーチに来ています。コックローチビーチはマカプーとマカイピアの間、ラビットアイランドの前にあるちょっとしたローカルのビーチです。結構週末にはみんなローカルがここでね、誕生日パーティーをやったり、ここのタイドプールに使って遊んだりしてます。なんかプール代わりに使ってる感じかな、暑い日にみんな来たりして。で、僕らは最近ここに来て釣りをしたり、まあ釣りって言ってもキッズに釣りを教えるみたいなことをやってます。自然と遊ぶのやっぱ上手だなと思うんですよね、こっちの子たちはね。そういうのもみんなに覚えてもらいたいなと思って、みんなで子供のを連れて集まってもらいます。また同じのだ。同じ、これそう、同じ。あ、でもケイちゃんがね、触りたがってたのね。触りたいの。はいよ、はい。おお、子供たちに竿を貸し出して針をつけてあげたり仕掛けを教えてあげながら、釣れた魚が食べれるかどうかとかね、美味しいかどうかっていうのも、まあ分かんなかったら図鑑を見たりして。リリースが難しい。お、でもここで、こんなところで、あー、戻ってきちゃったよ。もうちょっと大きいって言われるの。もうなんか最近だと日本に帰って思うんだけど、コンビニとかで切り身の魚が普通に売ってたりするじゃない。でしかも骨がないとか、骨が柔らかい魚みたいなものが当たり前に出回ってる中、やっぱり魚を丸々釣るところから始まって、目の前で内臓を取るのも捌くのも全部見せて、で料理するっていうプロセスを見せるっていうのはね、やっぱりなかなか豚とか牛とかではできないけど、魚ならまあできるので、それはやっぱりやってあげた方がいいかなと。あとサーフィンで言うと、やっぱり自分ではもうコントロールできない波とか、その日のコンディションとかの中でどう立ち回るかっていうのは、やっぱりそれは人生に共通するものだと思うしね。ビビってな、ビビったら別に波に乗らないでいい。それも一つのセルフコントロールだし、でもちょっとその壁を越えられそうだったら頑張ることによってもっとリワードがあるというか、一つステップアップできるみたいな、そういったことはすごいいいよね。ハワイの海は最高だよ、本当に本当に。ここの海は最高だよね。離れるのはすごい寂しいと思うけど、もっと海のおじさんになりたい。藤野さんに来てもらいました。足があまりにもひどくて念願のマッサージです。これ上げると、はい、後ろが辛いですか。辛いです。それとももの前の方もちょっと力入る。ももの前力入んなくはないですか。あ、力も入んないですね、はい。先がしびれちゃってます。しびれちゃってます。散歩してあげるのがいいですよ、ね。散歩？はい。地面で歩くと、なんか鈍痛が来るような感じだったら、はい、プールでウォーキングとかでもいいんですか？地面がいいです。
その痛みをね、うん、感じながら、はい、あの心地その鈍痛を回避するような、うん、正しい心地いい歩き方を見出すことが大切なんですね、うんうん、なるほど。お腹におへその下にちょっと力入れてみようかなとか、はい、お下に力を入れて、はい、でこう伸ばしながら伸ばしながら歩くんです。だけど腰を後ろに反らしちゃいけないんですね。今反ってます、はい、もう確かにひろき歩くの下手だもん。俺下手なんだよ歩くの、うん、はい、ありがとうございました。失礼します。はい、いやー、匠整体の藤野さんマジで最高でした。ミーティングの準備を始めないと。